まあ、この宮崎県内の神馬ゆかりの地、祭りの数々、また本県の宮崎県の取り組みなどをご覧いただきました。じゃあそれでは続いてまいりましょう。今度は奈良県にまいりましょう。奈良県の新井彰吾知事にお願いいたします。新井知事どうぞよろしくお願いします。奈良県知事の新井彰吾と申します。本日は宮崎県知事河野さんのこのようなお用紙に参加させていただきまして、誠に光栄でございます。また東京でこのように、たくさんお越し願いまして光栄でございます。今、解散があって、選挙に走っている知事さんいるのに、1300年前の話を揃ってやるという中、ちょっと悠長な知事さんばかりでございますが、1300年前のことを考えますと、なんて言いますか、日本の政治の意味とか、その国の成り立ちとか、いろんなことにも、思いをいたせることができます。そのような意味で、選挙に向かわれる皆様も、国の始まりという観点から古事記をお楽しみ願ったらというふうに思う次第でございます。奈良県と宮崎県、島根県は大変親和つながりで仲良くさせていただいております。本日奈良県はこの取り組みの、趣旨などをご紹介申し上げたいと思います。奈良県では危機満遊プロジェクトを展開しておりますが、今年は古事記ができたと言われて1300年から日本書紀が720年、できましたので、2020年まで約9年間にわたって、危機の取り組み、これは危機をより親しんでもらえるようにしようということを、考えております。はい、その取り組みの中で、出版物を検証しようということで、この12月23日に出版物を検証いたします。島根県、宮崎県にちなんだ賞も設けたいと思いますが、この3年間古事記関係の書物が110を超える書物が出されております。すごい、古事記出版ブームでございます。昨日東京で本屋さんに入りますと、古事記の本が結構並んでまして、何か難しい書棚に並んでいました。他の並んでいる書物はケインズとハイエクだとか、橋爪大三郎さんの世界の宗教を見るとか、大沢雅樹さんのなんか難しいキリスト教の本の中に古事記の本がいくつか並んでおりました。東京でも読んでいただいているんだな、今日ご講演いただく三浦先生の本もあったわけですけれども、今日講演を聞くんだから本買わないでいいだろうと思って買わなかったんですが失礼いたしました。他の本は買っておりますので、いろいろ勉強のきっかけがあるということでございます。古事記の成立についての奈良県の立ち、ことから、今日お手元の資料の中に、このような古事記という書物といいますか印刷物を入れました。これ古事記の序と言われるものをそのまま印刷したものでございます。それと読み下し文と訳文をつけております。今日お話していただきます三浦先生は、この古事記序偽小説でございまして、これは大野安丸が1300年前に作ったものではないと言っておられる有力な学説の先生でございます。また今日の話にも出るかもしれませんが、そのような序というのを、このように書かれているということを印刷で、お土産に持ってまいりました。古事記上巻の序の漢字ばかりもちろん並んでおりますが、最初の真を休まろうという、薬を休まろう申すという、それひたたけこのコンテナひたたけたきものすでに懲りて、気配、形未だ現れずと、こう一行目は名もなく形もなければというようなふうに読むんだそうですが、それは後の読み下し文にそのように書いてございます。お土産でございますので、このような古事記の序、時々眺めて楽しんでいただけたら、
ということでございます。この古事記の序の一番最後に和道5年正月28日阿蘇神休まうと書いておる、この和道5年が1300年前でございます。和道3年が平城遷都1300年で、和道開珎が発行された秩父、東京の秩父で銅が発見された、銅鉱が発見されたので銅貨がたくさん作れるということで、今の日銀みたいに紙幣をたくさん作れる時代じゃなかったので、銅貨をたくさん作って景気が良くなるぞというので和銅という名に変えたわけでございますが、その5年が小野安丸の古事記を献上した年だ、はい。で、これは小野安丸の、墓でございますが、奈良市の東の方にあります。お手元の土産の資料にこの文字一枚紙がこう入っておると思いますが、これは小野安丸の、墓誌というものが、昭和54年ですかに発見されました。でこの左の写真にあります奈良市のだいぶ東の奥の方の畑の中から発見されたんですけれども、その字がこのように書いてございますので、小野安丸という人は確かにいたんだろうということでございます。古事記を作ったとは書いてないわけでございますが、それは三浦先生の偽小説が発生する一つのきっかけでございますが、このお手元の資料のこの墓誌は実物大でございます。このような大きさの墓誌だということで、実物大の写真を持ってまいりました。この大野安丸さんでございますが、はい、この大神社、大きい神社と書きますが、大神社の大一族のご出身でございますが、その大一族は全国に散らばってこう活躍される一族でございますので、大野さんとか大野万国さんとか大井さんとか、すべて大一族の末裔だろうとこう言われております。はい。で、ちょっと見にくいですが、大神社っていうのはこの奈良盆地の真ん中にあるんですが、実はその三輪山の真西で、二条山っていう盆地の万葉集でも歌われる二条山が西にあります。で、その三輪山を越えて東の方へ向かうと伊勢神宮があります。から大神社の北の方には平城宮跡があって、南の方には書いてございません藤原京とか飛鳥があって、南には熊野本宮大社があります。から平安京が北にあって、さらに若狭の水送りの神が北の、東西南北面白いところにこの大神社があるということでございます。で、秋分の日は伊勢神宮の方から太陽が見えませんが登ってくるということでございますが、この伊勢神宮はこの三輪山のふもとに天照様と一緒に天皇家が住んでいたのを、主人天皇という方が一緒に住むのは恐れ多いというので住む場所を探すということでずっと探しに行かれたんで、近江とかを回って行かれたんですが、その伊勢神宮のあるところに常世の波が打ち寄せる、ここがいいということでお住まいになったということで、水林天皇の時からこの伊勢神宮にお住まいになっているということになっております。で、我々、島根宮崎三県のつながりから申しますと、この伊勢神宮から、富士山を見ますとちょうど夏至の太陽が上がってくる方向になります。で、富士山の後ろから日が昇る、その向こうには日立という国がございますが、ずっとこの夏至の線をずっと下っていきますと、先ほど宮崎県知事が、じゃあ、日向か、日向か。